この動画はディジキーの提供でお送りします。こんにちは。今日は電子部品の中でも一番基礎的な部品である抵抗について解説します。これが抵抗です。電子回路の中にはほぼ 100% と言っていいぐらい使われている非常に重要な部品です。例えば電化製品の回路基板を見てみると抵抗が使われています。この部分にですね、抵抗がたくさん並んでいます。とりあえず実験しながら抵抗がどんなものかを確認していきます。ここに電源と LED を用意しました。電源と LED を接続すれば LED は光り始めるはずです。やってみましょう。あれ、一瞬だけ光ったんですけど LED はなんか消えてしまいました。もうちょっと電圧を高くすればいいんでしょうか。とんでもないミスをしてしまいました。LED と電源を直列接続してしまったわけですが、 LED の電流電圧特性はある電圧を指揮位置に急激に電流が上昇し始めるような特性になります。ということは電源を直列接続するとものすごい量の電流が流れて LED は発熱して LED は燃えてしまいます。では LED を過電流で壊さずに光らせるためにはどうすればいいのか。それは抵抗を直列に接続します。ということで抵抗の役割の一つ目は電流を制限することです。先ほどと同じ LED とそして抵抗を用意します。抵抗と LED を直列接続します。抵抗と LED を直列接続して電圧を加えていくと、お、 LED は光りましたね。LED はだいたい 2V から 3V くらいで光り始めます。先ほどは LED にどうやら電流を流しすぎたようで壊れてしまったようですが、今回は壊れる、そういったことは起こりません。電圧をこういうふうに高くしていっても LED はなかなか壊れませんね。おう、抵抗と電源を直列接続するとオームの法則から V イコール IR になります。 V は電源電圧、 I はこの抵抗に流れる電流、そして R は抵抗の抵抗値です。この抵抗のことを電気抵抗と呼びます。電気抵抗はどれくらい電流が流れにくいかを表すものです。電気抵抗が高いほど電流は流れにくいですし、電気抵抗が低いほど電流は流れやすいです。電気抵抗の単位はオームです。少し式変形すると抵抗に流れる電流は I イコール V 割る R、 つまりこの簡単な回路で抵抗値を制限するとこの抵抗に流れる電流を制限できます。抵抗を大きくすれば電流は流れなくなりますし、抵抗を小さくすればたくさんの電流が流れるようになります。 LED がある場合も同じです。 LED に抵抗を直列接続すると回路に流れる電流はこの式になります。電源電圧から LED の電圧を引いたものは抵抗の両端にかかる電圧です。それを抵抗値で割ったものが流れる電流になります。 LED が光っている時の LED にかかる電圧はおよそ 2V から 3V 程度なので簡単に計算できます。まあ何か適当な抵抗値を2つ用意します。でここに電圧を加えていくと見えますか？ LED は光っていますね。で片方の LED は暗いんですけど、もう片方の LED はかなり光り輝いています。明るさに違いがあります。暗く光っている方の LED の抵抗値は大きくしてあります。なので電流は小さく制限してあります。強く光っている方の LED の抵抗値は小さくしてあります。なのでよりたくさんの電流が流れて LED は強く光ります。で抵抗にも抵抗値がいろいろと用意されているわけですが、この抵抗の中でどうやって抵抗値を調整しているのか、炭素被膜抵抗を例にして見てみたいと思います。炭素被膜抵抗の中を見てみると実は炭素でできています。炭素は電気を通します。ここにシャープペンシルの芯を用意しました。これに抵抗計をつなぐと当然ですが抵抗値を持っていて10オームと表示されています。抵抗値は10オームと非常に低いですが抵抗値を持っています。炭素被膜抵抗でどうやって抵抗値を制限しているのか、まあ、同じ材料である炭素で、まあ、鉛筆でちょっと何かこういう風に書いてみます。この鉛筆で塗ったところの抵抗値を見てみると抵抗値はおよそ7キロオーム程度になっています。まあ、炭素は電気をよく通すということですね。で抵抗値をどうやって調整するか、鉛筆で塗ったところを消しゴムで消します。そうすると抵抗値をよく見ててください。
抵抗値は上がりましたね。先ほどは7キロオームでしたが、抵抗値は12キロオームまで上がりました。炭素は電気を通しますが、消しゴムで消してしまうと電流の通り道がなくなります。その結果ですね、電流が流れにくくなって抵抗値は上がります。溝の数をもっと増やしてみます。抵抗値はさらに上がって27キロオームになりました。電流はさらに流れにくくなっているようです。もっと消してみると、これが抵抗の抵抗値の調整のやり方です。電流が流れるようにあらかじめ炭素の被膜を作っておきます。でそこから抵抗値を大きくした場合には、この溝をどんどん入れて抵抗値を増やしていく。溝の数が多くなるほど、つまり電流の通り道が狭くなっていくほど抵抗値は大きくなります。実際にはどうやって抵抗値を調整しているのか、これは製造工程に関係してきます。電気を通さない絶縁体の上に炭素の薄い被膜を作ります。被膜を作った後、その被膜をですね、こういうふうに削っていきます。螺旋状の溝を掘っていきます。螺旋状の溝を掘っていくことで電流の流れる経路が長くなっていきますので、その分抵抗値は高くなります。こんな感じで抵抗の中身の構造を少し変えるだけで抵抗値の調整ができます。次はその抵抗値をどうやって見分けるか、それはカラーコードで見分けます。これが抵抗のカラーコードです。抵抗の表面に色のついた帯があります。一応誤解を避けるために言いますが、抵抗値を調整するために掘る溝とは別物です。抵抗の表面に色を印刷するわけですが、その色で抵抗値を見分けます。抵抗によっては色の帯が4つのもの、または5個のものもあります。カラーコードではなくて直接抵抗値が印刷されているものもあります。これは10オームです。抵抗値によってはもう少しカラフルな色使いのものもあります。帯が4本ある抵抗については、左から3本目までが抵抗値を示しています。そして一番右側の帯が抵抗値の誤差を示しています。この動画ではカラーコードについてそこまで詳しくは説明しませんが、もし詳しく知りたい人は概要欄にあるリンク確認してみてください。詳しく説明しています。では実際に抵抗値を測ってみます。これは炭素被膜抵抗で茶色、黒、茶色、金色です。なので抵抗値は100オームです。そして許容抵抗誤差は金色の帯なのでプラスマイナス 5% です。実際の抵抗値はどうなっているかというと 98.3 オームです。100オームではありません。他の抵抗も束になっているのでちょっと見てみます。こちらは 98.1 オーム、少し少なくなりました。この抵抗値は100オームと交渉していますが、実際には少しだけずれます。でそのずれが交渉の抵抗値からどれくらいずれているか、これは抵抗値の許容差と言いますが、それはカラーコードに示してある通りです。この抵抗は交渉100オームですが、誤差を示す帯の色は金色です。なので許容抵抗差はプラスマイナス 5% です。100オームのプラスマイナス 5% に必ず収まっています。で実際に数万数十万の抵抗値を測定してみると、正規分布のようになります。数万数十万のサンプルの平均を取ると、その抵抗値は100オームになります。100オームという電気抵抗に対しては正確です。抵抗の許容差はプラスマイナス 5% ですが、どれくらい精密かを表します。今回は安い炭素被膜の抵抗なので、そこまで精密ではありませんが、もっと精密なものがあります。それは金属被膜抵抗です。金属被膜抵抗は高精度な抵抗として売られています。例えばプラスマイナス 1% とか、そういったのがあります。そういった場合はプラスマイナス 1% の範囲に必ず収まっています。1キロオームプラスマイナス 1% の精密抵抗を見ていますが、ちゃんとプラスマイナス 1% 以内に収まっていますね。ちょっと他のも見てみますか。これも998オームなのでちゃんと収まっていますね。いいです。今のはプラスマイナス 1% だったんですけど、もっと精度の高いプラスマイナス 0.1% なんてのもあります。ただ価格はかなり高くなってきます。1キロオームのプラスマイナス 0.1% なので、プラスマイナス1オーム以内に収まってれば、まあ、OK なんですけども、 999.97 オームになっています。ちゃんと合っていますね。すごいなこれ。他の抵抗も見ていますが、当然ですがプラスマイナス 0.1% に収まります。ここまで抵抗について説明してきましたが、まず抵抗の役割の一つ目である電流を制限する、それについては皆さん理解していただけたかと思います。抵抗には他にも役割があります。2つ目の役割が負荷として使用することです。
つまり抵抗に電力を消費させるわけです。動画の序盤の方で例として出てきたシャープペンシルの芯も抵抗負荷として実は使えます。ちょっと試してみます。シャープペンシルの芯はかなり発熱するので気をつけて実験する必要があります。なんか発熱しないですね。なんでだろう。あ、電源が入っていませんでした。最初に芯に染み込んでいるオイルの成分がこういうふうに蒸発しますけど、それ以降はですね、こういうふうにものすごい発熱します。赤くなるほどものすごく発熱しています。これはすごいですね。ただシャープペンシルの芯は炭素でできているので燃えます。上のやつが使用後ですね、かなり細くなってもうカスカスになってます。このシャープペンシルの発熱なんかはカーボンヒーターとほとんど同じです。これは炭素被膜抵抗についても同じことが言えます。中は炭素でできているのでたくさんの電力を消費させると、こんな感じで煙が出てきて、でそして最終的には燃えてしまいます。燃えましたね。なので大電力に対応した抵抗もあります。そういった抵抗は燃えないような材料、つまり無機物でできています。それは巻線抵抗であったり、あとは酸化金属被膜抵抗です。今映っている大きいのが酸化金属被膜抵抗です。こちらの炭素被膜抵抗と基本的に構造は同じです。ただ抵抗の部分が金属系の無機物でできています。なので燃えません。一目見てわかる通り抵抗の大きさがかなり違っています。実はこれ抵抗で消費できる電力の上限に違いがあるからです。基本的に大きめの抵抗の方がより大電力を消費できます。他に大電力の用途として使えるもので巻線抵抗というものがあります。巻線抵抗はその名前の通り抵抗を持った線をぐるぐると巻いたものです。ここに電流を流すと発熱します。炭素被膜抵抗で大電力を消費していますが、炭素の部分が燃焼します。そして焼き切れてしまいます。これは酸化金属被膜抵抗です。大電力を消費してこのように赤くなって、もうかなり赤くなるんですけども、金属でできているので基本燃焼はしません。かなりの高温まで耐えられますが、ここまでの高温は普通はやりません。これは巻線抵抗です。抵抗を持った巻線の部分が発熱しますが、普通ここまでは発熱はしません。わざとやっています。大電力の負荷として使う場合は基本はこの2つです。でこれから紹介するのは、外側の見た目だけが変わっているものですね。これはセメント抵抗です。外側はセラミックのなんか殻みたいので覆われています。発熱する抵抗の部分はセメントで埋められています。基本焼き物でできているので値段はそこまで高くはありません。次はメタルクラッド抵抗。中に抵抗は入っているんですけども、その周りが金属で覆われています。この場合だと熱伝導率の高いアルミです。放熱性能はかなり高いですが、こういうふうに外部のヒートシンクにつけた状態で使わないと定格の電力は使えません。であとは放浪抵抗なんてのもあります。これは巻線抵抗の一種です。このように陶磁器でできた本体に巻線をぐるぐると巻いて、でその上からさらに耐熱性のある塗料であったり、あとは釉薬ですね、ガラスでコーティングして、でそれを焼き固めたものです。基本的に焼き物なので温度上昇もかなり高くて、2、300度くらいまでは耐えられます。でそこまで温度を高くして使う状況があるかどうかは分かりませんが、かなりの高温まで耐えられます。抵抗の使い方の2つ目まで来ました。1つ目が電流の制限、そして2つ目が負荷として使う、そして、3つ目なんですけども、3つ目ですが、これは分圧です。細かい計算は省きますが、抵抗が2つ以上直列接続になっているときに抵抗の比率を変えると、それぞれの抵抗にかかってくる電圧が変わります。これを応用した部品が可変抵抗です。可変抵抗はこういった部品で、この軸がついていて軸の部分が回るようになっています。端っこと真ん中の抵抗を測ります。軸を回すと抵抗値は変わります。今まで紹介してきた抵抗ですが、基本的には金属の線が出ていて、基本的にそれを基板にハンダ付けするようなものです。ただこういったリード線の出ている抵抗はだんだんと使われなくなってきています。その代わりにチップ抵抗に置き換えられています。これはチップ抵抗を取り出したものですが、かなり小さいです。
こういった抵抗の部品ですが、まあ、電力を消費させる用途以外、基本的にまあこういうふうにどんどん小さくなっているわけですね。まあ、電化製品とかも高機能化するためにどんどん小さくしたりするわけです。で、かなり小さめの抵抗も用意してみました。何か小さいのがありますが、これはゴミではありません。抵抗です。非常に小型の電化製品であったり、高密度な電化製品で使われたりします。例えばスマートフォンとか、ワイヤレスイヤホンとか、そういったところですね。というわけで今日は抵抗器について表面をさらっと軽く撫でる程度に説明してきました。抵抗器についてもっと詳しく知りたいですって？そういった場合はディジキテックフォーラムを見ましょう。抵抗器の種類と特徴について詳しく説明しています。今日のスポンサーです。今日の動画では説明していなかった他の抵抗の種類やチップ抵抗の構造まで解説されています。ディジキーは部品を販売する以外にもこういったコンテンツも作成しているので、ぜひ皆さんディジキーテックフォーラム見に行ってください。概要欄にリンクあります。もちろん抵抗以外のフォーラムもたくさんあって、技術的なヒントになる役立つ情報がたくさんそこにあります。いろいろあるな。ということで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。